はい、前回はですね、パグが作ったファーム専用アライアンス ATF がですね、217サーバー全体のなんとトップ15、トップ15に入ることができました。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、ここまでね、いろいろ動画でも紹介してきましたけれども、それ以外にもたくさんいろいろ細かい苦労があったんですよね。まあ、その中でですね、ついに217の15位まで上り詰めたということで、とても嬉しい気持ちです。アライアンスのみんなにもね、英語日本語で15位に入ったことを報告いたしました。それでですね、まあ、水木さんとか、キュービーちゃんとかも祝福をしてくれています。やっぱね、どんなことでもチャレンジして、まあ、小さくても結果が出るっていうのは嬉しいっすよね。ただね、ここで、事件が起こってしまうんですよね。せっかくね、15位に入ってね、気分が良かったんですが、なんかね、不思議なことが起こったんですよ。それはですね、前回の動画でもちょっとご紹介したんですけれども、217サーバーでは今、1位のアライアンス TIA と2位のアライアンス BAL バルがですね、なんとですね、戦争を始めちゃったんですよね。で、その戦争のせいで TIA という方には日本の方も多いんですけれども、その TIA の方々で ATF に入ってくれてる人たちがほぼ全員パグの周りに逃げてきたんですよ。戦争やだよーっつってパグの周りってそんな平和なの？ちょっとわからないんですけれども、ただですね、気がついたらですね、まあある時ログインしたんですよ。そしてたらこういう状態で、あれ？パグの周りにいた TIA の人たち、どこ行っちゃったんだろうということが起こったんですよね。ちょっと意味わからないよねということで前回は終わったんですけれども、今回はその続きからやらせていただきたいと思います。それでは始めます。あれ？パグのファームの周りにも、人いたはずなんですけど、なんかいなくなってますね。どういうこと？え、どういうことだ？え？え？え、めっちゃ攻撃されてるんですけど。で、どういうこと？どういうこと？え、あ、え、飛ばされたってことか、ファーム。え、メインは飛ばされてないんだけど、ファームは飛んじゃってるみたいですね。え、なんなのこれ、マジで。は？え？は？あ、X00 の方でもなんかアライアンスチャットがすごい盛り上がってますね。え、何？あ、名手がさ、え、あ、BAL がパグの ATF を攻撃してるって。え？なんで？って言ってますね。あ、QB ちゃんもオンラインだったみたいですね、その時。え、わかんないけど、何？多分、彼ら、バルはですね、ATF が TIA の農場なんじゃないかと思ってると言ってますね。ちょっとね、この時パグは、リアルタイムでオンラインじゃなかったので、ログを辿ってる感じですね。あ、リアルタイムでオンラインだった QB ちゃんが、ロシア語でなんかそのバル、BL っていうのはロシアの方が多いアライアンスなんですけれども、ロシア語でやり取りしてくれてたみたいですね。QB ちゃん何？あ、彼らは何？TIA の農場だと。ATF が TIA の農場だと主張しているということだね。いや、違うし、マジで。ATF はみんなの共同ファームなんだよ。あなたたちが戦争している TIA の農場ではないんですよ。ちょっと頼むよ、やめてよ、マジで、本当に。あ、Hive Mind さんですね。何？ ATF って何？何？何？ちょっとね、新しい方なんで知らないみたいですね。まあ、名手さんがね、パグが ATF のリーダーなんだよって言ってますね。ATF は、まあ、パグのプロジェクトなんだと言ってますね。全部の ATF は何？自分のを除いて全部ゼロにされた。え？飛ばされたのってパグのファームだけじゃなくて？え？あ、メインの、パグの周りにいた人がいなくなったのって、飛ばされた？え、これはやばいよ。大事件じゃない。え？え、ATF あの周りに逃げてきた人を、え、飛ばされちゃったんだ。やば。大惨事です。
キュービーちゃんが何バールとお話ししてくれたから、今 BAL は ATF は TIA のファームではないっていうことは理解していて、TIA 以外の方を攻撃したことに対しては誤っているということですよね。ちょっと遅かったよということですね。で、バルはですね、何を思ってか、パグのですね、作った ATF の TIA の方々を追い出せと言ってますね。何言ってんだよ、この野郎。はい、ここでパグがオンラインになりました。おぉ、ファーム燃やされてるって言ってますね。ショックですよね、これね。あ、名手がね、残念だねって言ってくれてますね。悲しいけどね、諦めないよって即答してます。パグはね、ATF 作ったけど、まだね、やっぱりそんなに有名じゃないから攻撃されたんだよと。もしね、もっとパグが頑張ってて、ATF がもっと有名だったらね、みんな ATF が TIA のファームだなんて思わないわけですよ。これはね、もう ATF 名手である、はっきり言ってパグの責任です。問題ないと、まあ、前に進むだけだと。ただね、ATF が、まあ、まだそんなに有名じゃないっていうこともあって、やっぱり TIA のファームだと誤解されて、TIA の皆さんのファームとか、それと巻き添えになって X00 のファームとかも飛ばされちゃったわけですよね。これはね、何か、まあ、ATF の名手としてアクションをしないとまずいですよね。申し訳ないですよね、皆さんに。まあね、もうこの垣根を越えたさ、アライアンスの垣根を越えた、まあ、ATF っていう農場を作ろうっていうことを考えたときに、まあ、正直こういうことは起こりうるなという想定はありましたけど、いや実際起こっちゃうか。くそ、悲しい。ちょっとね、 ATF のチャットの方にもみんなどうなってるか気になるんで、落としていきましょう。うーわ、派手にやられとる。トップ15は夢だったようですなんかアラチャがね、盛り上がってますね。あ、パグの隣に来てくれてた水木さんのファームですね。あ、やられてますね。資源取られてないのかな、なんだけれどもやられて飛ばされちゃってますよね。え、水木さん何な、え、なんならこの農場も抜けますって。いや違う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 、抜けないでください、それは。いや、これで抜けられたらさ、だってもう BAL の攻撃で ATF がダメになっちゃったみたいになっちゃうので、困ります。あ、迷惑じゃなかったらいさせてくださいって。いや、迷惑なわけはないんだけれども、あ、そういうことか。だから TIA の方々としたら、TIA で、戦争していって、で、その TIA の人たちが今 X00 のところに、ファームを置いていたと。で、バルの人が、BAL の人がね、勘違いして ATF を攻撃したと。あ、これ TIA のファームじゃねえつって攻撃したんですけれども、それは実は TIA のファームじゃなくて、X00 とか他のアライアンスの人とか、いろいろ混ざってるファームだったんですよね。でも確かに TIA の人からすると、自分たちのチームが戦争を引き起こしてみんなを巻き込んじゃったみたいな気持ちになってるってことですよね。これはまずいっすよね。そうじゃないっすよね。だから TIA の人たちにとったら自分たちが X00 なんかを巻き込んで飛ばされちゃったという責任を感じていらっしゃると。で、X00 の方からしたらですね、まあ、ATF は完全にパグが、 X00 のパグが作ったものなので、まあもちろんね、パグの味方をしてくれてるんで、X00 のパグがプロジェクトをしている ATF というのに入ったことで、TIA の方々が攻撃されちゃったっていうのをちょっと悪いなというふうに思ってるということですよね。いや、良くない傾向だな、これは。え、そもそも ATF の存在を BAL があんまよく分かってなかったっていうことが問題であって、やっぱりこれは ATF をプロジェクトしているパグが一番悪いと思うんですよね。そこをね、ちょっとはっきり言っておかないと内部で揉めそうですよね。まずいですよね。パグもね、何回も偵察を受けて攻撃を受けて、このキトスさん、怖っちょっと待って、怖っ。え？何これ、どういうこと。あ、砂取られてますね。あ、こっちの AMT から始める人にも攻撃されてますね。え、これさ、マジですぐ近くに
パグ3っていうアリ塚があって、その隣の隣もすぐ近くにパグファームあったのに、この X00 のパグのファームだって分かんなかったの？え、分かるくない？さすがに。ゾウも怪しい。BAL はさ、本当にこれ TIA だけのファームだと思って攻撃したのかな？ ATF の宣伝は戦役でも何回かやってるんですよ。わかんないけどね。真実は闇の中です。とりあえずね、正式のはちょっとまた後でみんなにメールを送るとして、ここはちょっと、まあまた迷惑をかけないとは言い切れないけれども、いてほしいということを伝えておきましょう。まあ本当はね、今攻撃を受けた先である、まあバルとか、あと、コリアリさんのファームとかも引き入れて、ファームはここで集まってみんな攻撃しないでね、みたいなことをやりたいんですけれども、まあちょっとね、力不足で、こういうことが起こってしまったということです。申し訳ございません。TIA の方々もですね、悪いなと思ってる可能性があるので、まあ ATF の方でね、TIA の在籍メンバーさんを責めるということはしないでくださいということですよね。例えばね、X00 が戦争をしていたとしたら、間違えてね、TIA のファームが攻撃されてたっていう逆のパターンもね、絶対あったと思うんですよ。だから、どことどこが戦争してたからとか、そういうことは問題ではないので、そこはね、責任感じてもらっても困るなということで、はっきりと言っておきましょう。まあね、そもそもですよ。これ戦争ゲームなんで、戦争ゲームで平和な巨大農場を作ろうなんていうことをしてることの方が頭おかしいですからね。あ、とりあえずね、このアビスさんは、水木さんですね。またね、間違えて攻撃されないように TIA じゃない風にね、しといた方が確かにね、いいよね。あ、一旦そちらに飛びますって。ちょっと待って、今ね、パグのファームも飛ばされてるから。今来てもね、またパグもメインの近くに戻るんで。ちょっと待ってねって言っときましょう。あ、もう来ちゃってた。って言ってますね。また座標だけ教えてもらえますか。高級移転が無駄になってしまいました。そりゃさ、バグも飛ばされてるんだからさ。でもすごい面白かった。水木さんもね、腹立ててますね、珍しく。あ、 QB ちゃんなんか言ってますね。あ、いや、そんなことない。ちょっとね、私のコミュニケーション、BAL とのコミュニケーションがさ、もうちょっと早かったらこれは防げてたかもしれないのに、遅くてごめんねって言ってますね。いや、QB ちゃんもね、ファームやられたはずなんですけども、優しいっすよね、やっぱね。みんなね、自分がもうちょっとこうしてればって、あるんだよな。責任感強いわ。あ、モサイヌさん来た。3赤で合計 20M 以上の資源取られたので、復讐してきました。え、ちょっと待って。20ミリオンも行かれちゃったの。あだだだだだ。モサイヌさんナイス。さっき襲われたばっかりなんでね。早すぎですよね、アクションが。でもめっちゃ取られたわ。20ミリオン。はい、じゃあね、ちょっと一応、まあ、収まってはきたので、パグファームをね、メインの近くにもう一度戻しましょう。水木さんまだ隣にいる。まあ私のね、レポートも一応シェアしておきましょう。まあ砂しか取られてないよ。砂が大事なんだけど、このゲームは。はあ、まあいいか。でもね、幸いに変えたばっかりだったんですよ。それが良かったですね。あ、モサイヌさんも幸いの保護って優秀ですもんねって。よくお分かりですね、当然。キトスを見つけたら復習しときます。お願いします。いや、でもモサイヌさんね、かなり被害大きかったみたいで、申し訳ないです、本当に。あ、そういえばさ、ATF は X00 の近くの人たちが今飛ばされたんだけど、他のね、MOB とかの人は大丈夫だったのかな？ちょっと見に行きましょう。この辺だよね、MOB。あ、いたいたいた。あ、ケンさんとかシンさんの農場は無事っぽいっすね。よかったー。ATF がね、X00 の周りにたくさんいることは、まあ、BAL さんも認識してたみたいなんですけれども、
217サーバー中にいっぱいいることはね、あんまよく分かってなかったみたいですね。いやー、 MOB さんの方はね大丈夫でよかったけどね。いやー、まあでもやっぱりさ、 ATF のアリ塚がさ、例えば217に100個とか200個とかあれば有名にもなるしね、誤解は生まれないはずなんですよね。いやー、これはねやっぱり申し訳ないなという気持ちが強いっすね。モザイノさんはね、やっぱこうやって優しいんで、自分がシールド貼ってないのが悪いんだとか言うんですけれどもね、うん、ちょっとねやっぱ気にしちゃいますね。はい、こんな感じでですね、まあ、大惨事が起きてしまいまして、せっかくね ATF がトップ15に入ったのに、もうトップ15に入った瞬間この大惨事ですよ。でね、まあさっき攻撃を受けたばっかりなんですけれども、今ようやくね X00 の方も ATF の方もアライアンスチャットが、まあ、収まってきていて、みんながね何が起きたか、状況を理解したところということができるかなと思います。次回はですね、この大事件の後の事後処理がまたね大変なんですよ。本当にさ、ちょっとさ、よく考えたらさ、今やっているこのサーバーの1位と2位の戦争にしてもそうだし、この ATF が BAL さんに攻撃されたのもそうなんだけれども、原因はね、ま、ほぼ全部誤解なんだよな。いや、現実の世界でもそうじゃないですか。だいたいさ、まあ、大きい揉め事から小さい揉め事までね、原因をとことん追求していったらだいたい誤解じゃないですかね。ほんま、ザンツは人間社会の縮図やで。はい、ということで次回はこの大惨事 ATF の大事件の後始末処理をお送りしたいと思います。いや、後処理ってさ、そんな簡単じゃないよ。いつも見ていただいてありがとうございます。ついに登録者1000人を達成いたしました。皆様のおかげでございます。これからも応援よろしくお願いします。次の目標は1万人。遠いよ。